おはよう、こんにちは、こんばんは。今、どの時間で見てくれているかしら。それとも、おやすみなさい。アクアリウム系の動画を配信している、バーチャル YouTuber、アクア、モリコです。よろしくね。朝日が住んでいる長野県は雪模様よ。いよいよ、冬の寒さが本格的になってきたわね。寒いから風邪ひかないように注意してね。さて、今回の動画は途中まで進めていた。45センチ水槽のレイアウトの続きで、水草が入荷したので、それを使って、水草を配置していこうと思うわ。何やら、メルカリで色々買っていたみたいだけど、大丈夫かしら。では現場に飛ぶわね。どう？モリコさん、前振りありがとうございました。ではここからは、私、朝日が進めてまいります。ご視聴よろしくお願いいたします。前振りで森子さんが案内してくれた、まあ、45センチ水槽に水草を植栽していこうかと思っております。今回はルンルン気分でメルカリ内を物色しているの見たけど、何を買ったの？いや、見られていましたか。今回レイアウトの基礎となる流木と水草、こちらをメルカリの購入縛り、メルカリだけの縛りで行いました。メルカリは個人売買だから、水草のような生物は信用のない個人売買を敬遠している人も多いんじゃない？まあそうですね、様々な出品者の方がいらっしゃるので、まあ安全な取引が必ずできますよって、まあ口が裂けても言えませんが、ただ水草に関して言えば、まあ個人で、まあ不要になった水草などを出品している方も多いので、その方が育てたものを引き継ぐという形では、まあ市販では手に入らないような大型で大量の水草を格安で手に入れられるっていうのは、まあメリットだとは思います。ただ、まあ、安全な取引をしたいのであれば、評価がいい出品者かどうかを確認して、商品の内容をしっかり読んで、それでもわからなければ、まあコメント欄に質問するっていうのがいいかもしれませんね。まあ、あと、ちゃんと実物の写真を載せている出品者さんかどうかですね。あの、ほんとチャームの水草の写真のまあ流用っていうんですか、そういった方もいらっしゃると、中にはいるかもしれませんので、ちゃんと実物の写真を載せているかどうかっていうのを見た方がいいと思います。まあ、ここら辺を抑えればですね、それほど大きく失敗することはないと思います。あと個人で出品していますので、まあ正直スネイルやまあ害虫が混入している可能性はあると思います。まあ、そこで今回水草のトリートメントをですね、行ってみたいと思います。水草をトリートメント？どうやって？まあ市販で水草その前にっていう商品があるんですけれども、まあ本来はこれが手軽でいいと思うんですけれども、私はですね、まあ、今回二酸化炭素を使ったトリートメントを行っていきたいと思います。二酸化炭素がいいの？二酸化炭素って炭酸水よね？そうです、炭酸水です。まあ、市販の砂糖が入っているジュースじゃない、まあ、シンプルな炭酸水なんですけれども、まあ、せっかく重曹とクエン酸があるので、自作で炭酸水を作って、それでトリートメントしたいなって思っています。自分で炭酸水ができるのは楽しいわね。でも効果があるの？まあ主にスネイルなど、まあその他の害虫とかいろいろな生物全般に言えることなんですけれども、二酸化炭素が高濃度だと中毒になるんですよ。その中毒症状で駆除しようかと思います。なんか響きが危険よね、中毒症状って。まあ響きがやばいですよね。ですがメルカリ
で購入するにあたって、まあ、リスクが伴うんですけれども、そのリスクを減らす作業ということでもあるので、早速やってみたいと思います。ただその前に、何の水草買ったか気になりませんか？なので水草の紹介を行っていきたいと思います。では現場にゴーを。はい、さて水草、メルカリで買った水草の紹介に移っていきたいと思います。でまずはですね、これですね、ピントが合ってない、ミクロソリウムトライデントの、トロピカさんですね。これだけ入ってますね。 1,2,3,9,10,11本か12本ぐらい入ってますね。結構入ってますね。はい、量はこんな感じで、これチャームで見るとワンポット2400円かな、2400円、そうですね、ワンポットで2400円で売っているので、ワンポット分以上は必ず確実にありそうな量なので割安だと思います。まあ若干色も悪いところもあるかもしれないですけれども、うん、でも状態はいいものが届きました。続きましてはこちらですね。はい、ミクロソリウムウィンディロフですね。でかい、うん、石付きですね。こういう石付きのやつでかい。でこれが2500円でした。メルカリの方で見る、メルカリじゃないや、メルカリの方で2500円で、チャームで見ると5、6枚の葉っぱがついたやつが、1個の、それが1個の石についてるやつが3つぐらいついているので1600円なので、まあこれだけ大きいので2500円であれば、かなり格安だと思います。当然これも送料込みの値段なので、いいかなって思います。はい。うん、状態も、まあ、少し茶色いところもあるけど、いいんじゃないでしょうか。まあちょっとこれはスネールも少しついてたんですけれども、まあ、トリートメントとして駆除しようかと思います。続きましては、こちら。ブセファランドラ SP、ダークブロンドマラウィーリーフですね。まあこれだけあって、まあこれはやっぱちょっと高かった。これはちょっと高かったです。3999円。でもね、ちょっとほら、少し、うん、花もついていたりなんかして、ちょっと良さそうですね。で、まあ、3999円なんですけれども、ブセはね、高いんですよ、とにかく。もうこれ1個で1000何円とかするやつもあるんで、まあこれだけあって、まあ4000円ぐらい、3999円なら安いのではないかと思います。私、長野県に住んでて、すごい寒いんですよ。だから、ちょっと、夜間とかに郵便物が凍る可能性があるので、ちょっと色がこれ少し茶色がかってるんです。これは冷蔵焼けとかしてないかなとか思ったりもするんですけども、まあ、ちょっと様子見てみますね。高いだけに少し心配なんですけれども、冬とかは、出品者さんにちゃんと購入するときに、寒い地方なんで、まあ少し、発送したときに、北海道とか入れてくれると嬉しいみたいなことを1個入れていた方がいいかもしれないですね。うん。下手するとマイナス5度とかになってますからね、最近。朝方とか。はい。で、実はまだ何個か買ってあるんですけれども、今届いてるのはこの3点。ちょっと見ますね。結構なボリュームですよね。うん。合計ですね、8099円です。8099円。こちらを使って、で、レイアウト組んでみたいと思いますが、それを水草入れる前にリスク軽減ということで、二酸化炭素 CO2 を使ったトリートメントを行っていきたいと思います。では進めていきたいと思います。まずバケツに水を2リットル入れました。500に対してだいたい重曹とかクエン酸が 5g 入ってれば、まあ一般的な炭酸になるみたいなので、2リットルなんで、その4倍か。500の4倍なんで、
5紙20、20グラム。ただちょっと今回は、まあ、そういった意味で駆除する目的もあるので、少し強炭酸にしたいので、その1.5 倍の30グラム少し入れてみたいと思います。重曹の方ね。ちょうど 30g。 はい、まず 30g を水槽に、バケツに入れます。はい、でかき混ぜる。はい、かき混ぜました。続いてですね、続いてこちらに、今度はですね、クエン酸を溶かす用の水、大体300ミリリットルぐらいを用意して、これに30グラムにしました。大体溶け終わったので、そしたら水草を入れていきます。スカッと浸かるかな、浸かるぐらいで。入れていき、で残りのクエン酸を入れていきます。でもすぐシュワシュワなってくると思いますけど、化学反応でシュワシュワなってきますね。炭酸水が出来上がりました。じわじわいってます。放置させたいと思います。時間はちょっといろいろ調べたんですけども、まあ10秒ぐらいでいいっていう人もいれば2、3時間やれっていうことの人もいたので、ただちょっと強炭酸にしてるんで1時間ぐらいちょっとつけてみます。水草にどれだけダメージを あれがわかんないんですけれども、一応1時間ぐらいつけてみたいと思います。はい、1時間10分ぐらいですね、ちょっと経過しました。どうですかね、まだブクブクいってますね。トリートメント終わりですね。まあ、特にスネイルとかが、何個か浮いてるわけではなかったんですけれども、まあ、もともと少なかったかもしれませんけれど、一応、トリートメントしたっていうことでですね。はい。水草の方も、外観では、それなりダメージを負ってないような気もするので、このまま進めていきたいと思います。今回も長くなってしまったので、この辺になります。メルカリで買った水草結構多くてびっくりしちゃった。今後どんな水槽になるのかしら、楽しみだね。さて、今回お伝えしたのはメルカリで水草を買ってみたと、水草のトリートメントでした。見てくれた方ありがとう。お伝えしたのは私アクア森子と朝日でした。また会おうねー。森子からのお願い聞いてくれるかしら。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録よろしくね。動画の感想コメント待ってるわ。応援してくれると嬉しいなぁ。よろしくねー。